おはようございます。ジャスト株式会社代表、関正義です。前回、仏教とこう社会構造についてお話ししたんですけど、お寺とこの世俗というか、娑婆というか、在家との関係みたいなものを、その時々の、時代の考え方によって変わってくる。で、宗教改革した人の、考え方によっても変わってくるんだけど、今回はヨーロッパの方はどうなってるか。どうなってると思う？ヨーロッパとか欧米か、ほら。今のどちらかというと、誰でもと言ったら変ですけど、誰でも的なものが強かったと思うんですけど、なんか限定されてたのかなという気が、なんとなくですけど。当初ね、要はプロテスタントが出るカトリックの、カトリック教会は、とにかく、一般民衆がいるわけでね。で、教会。それで、教会に対して祈らないと、教会を通して祈らないと、どういうことになるああ、帰ってこないというの？か。天国には行かないっていだから、教会、それで、教会にお金が集まって、そうすると、ここになんか、利益みたいなのがあるわけで。これがカトリックじゃないですか、カトリック。これがカトリックだよ、宗教改革以前の。だから祈ら、教会通して祈らないとダメってことは、祈ってばっかりいる人いる、出てくるかもしれない。そうですね。それが層になったり、で、こういうところの労働感はどうかってことだね。労働感。大体カトリック、今カトリックの国って、フランスとか。フランスもそうだよね。イタリア、スペイン、ブラジルもそうか。今ブ、あの、ローマ法王はブラジル人だもんね。とか、結構、あとポルトガル。結構、経済的に振るってない。で、一方、プロテスタントの国はどういう考え方か。教会を通さなくてもそう、いいの。教会を通さなくても、一応教会あるんだろうね。教会あるけど、いや、働くことそのものが祈り。教会通さなくても、働けば祈りにつながりますよ。ということだから、祈ってばっかりって、そういう宗教的な修行とか、そんなこと、比重が非常に少なくなる。で、これプロテスタントの国は、ドイツ。ドイツ、マルチン・ルターがドイツ人なので、ドイツとか。イギリスとかもそうですか？イギリスは一種のプロテスタントでね、イギリス国教会っつって、一種のカソリックに反発して、いや、イギリス王室が作った教会。イギリスもそうだよね。アメリカもそうだよね。アメリカもそう。結構経済振るってる。日本はどうかっていうこと。結構経済的にはいいよ、このプロテスタントが。日本はどうかだよね。プロテスタントではないと思うんですけど、よりだとは思うよんでりすだけね。ど。要は、結構ね、道元の考え方が、強いかな。要は、そんな、ここで特別な宗教的な修行しなくても、日々のこの、何、こう食事したりとかさ、こう人のために尽くしたりっていう、そういうことをやってれば、
それがあのなんか修行の修行というか仏の道ですよみたいな。であとあれもそうだ、やっぱ親鸞もそうだね。要は親鸞は奥さんいたんだよね。はい、へ、奥さんいたんだ。あの、はい、要は独身ならさ修行たやすいでしょ。うん、そうですね、うん、修行たやすい。奥さんがいるような環境でしかもそこでこの修行するって大変だよね、はい、うん、で山奥にこもって一人でこう心静かにしてれば俺は政治ね、はい、うん、たやすいことだよ。 で、はい、でもこの町の雑踏の中で心の静寂を保つっていうのはこれは至難の技だよ、はい、こっちの方が難しいんだよっていうという考え方で、おそらくこれ日本はこれより、はい、こっち寄りなんだよ、うん、だからまあこのこの経済発展、はい、うん、この時代にあの波に乗れたっていうのはあると思うんだよね、はい、まあ、これは僕が言ってるんじゃなくて、あのマックス・ウェーバーという社会学者が言ってますね、はい、うん、まあ、そんなところでどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。